何が出るか。いきます。夜空カモン。あ、これだ。でもこれ嬉しい。これなら可愛いからまだいいや。こちらが再販されたトートバッグです。まずまとめてるこの紐可愛いよね。こちらが今回手に入れたトートバッグです。めっちゃ可愛いね。ベージュにお花柄で、お人形抱いてるミッフィー、めっちゃ可愛い。で、裏側はお花柄でお誕生日柄になってる。めっちゃいいね、うん、今回はこれが当たりました。多分今後もね、ガチャガチャ動画とかね撮るときに、まあ、もしくは他のものでもね、なんか小物とかねの際にこのトートバッグ使うと思います。はい、今回別の動画でケーキを作ったんですけど、それの余りがかなり出てしまって今困ってるんで、まあ、簡単にカップケーキみたいなの作ろうかなって思ってます。あとはもうただただこの3種類を混ぜ込むだけの簡単なものです。早速やっていきます。じゃじゃん。100均で買ったこのカップ使っていこうと思います。大きさもちょうどいいしね。よし、やっていこう。やべ、時間が経ったからだいぶパサパサしてるな。すっごいパサパサしてる。しかもこれ最初入れすぎだねミスったのに。うん、なんか明らかにすげえ下手くそな気がする。よし、とりあえず今回はこんなもんでいいでしょ。完成。とりあえず残り物で作ったカップケーキでーす。うん、ごちそうさま。美味しかった。はい、帰ってきました。ってことで、純喫茶。早速これから開けてみようか。僕が一番欲しいのはメロンソーダ。メロンフロート。せーの、パカ。なんだこれ、なんだなんだこれ、ちょっと、あ、トースト、トーストでした。俺、てっきり、これだけだと思ってたんだよね、ラインナップ。これもラインナップでしたトーストか。この何とも言えない感、良くも悪くもないね。
まあでもこれの次に欲しいのって言ったら、まあ、トーストか、もしかしたらこのサバラン洋菓子喫茶ボンボン、うん、まあ、これのどっちかかなと思うんで、まあまあよかったのかな、よかったと思うちょっと組み立てるね、うん、なかなかいいね、すごい綺麗、わかりますこれ、これ近くで見たらわかるんだけど、すごい精巧の作りしてる。裏面はねこんな感じ、横はこんな感じ、うん、なんかすごい思ってたよりもクオリティが良かった。めっちゃ可愛いねこれも。これでお次、これねもう中身見えちゃってるんだよね、多分卵っぽいね、パカ卵でしたね、うん、あ、これそのままお茶碗になってんだ、これも光るのかな、お、やだ、なにこれ、卵の黄身を押したら光った、ちょっと僕が想像してたよりも大きくてちょっとびっくりしたな、なんかもうちょっと小さいのかと思ってた、種類がこんな感じ、うーん、イクラが欲しかったね、うん、まあこんな感じの今回ガチャガチャでした、こんな感じです。食べる気なかったんですけど、さっさと食べちゃおうってことで、フライパン使ってっカリッと焼き上げてみようかと思います。うちにトーストがないんで、果たして美味しくできるんだろうか、フライパンで焼くなんてやったことないよ。もいいね、焼けてきた、お、焦げた、これはちょっとやりすぎたな、よいしょ、がいというか焦げすぎたかな、これは完成、どうしような、アイスでも乗せるか、普通にバターで食べるか迷うかな。いただきます、ちょっとアイスとセットで、あ、めっちゃ美味しい、これやばいわ、このね、あったかいのと冷たいのとバターの風味とアイスの風味がうまい、ごちそうさまでした。じゃーん、ドン、うん、ようやく届いた、あ、なんか傷ついてる、やだ、めなんか変に傷ついてるな、まあいっか、こんな分厚いんだね、中に何が入ってあるんだ、あ、かわいい、もうすでにかわいい、これ多分中身見せちゃいけないやつだよね、うん、まあ、とりあえずね、あの1週間ぐらい前に注文したのが無事届きました、かわいいね、これ確かね、6月の初め頃かなに出たばっかりのやつで、ただ、なんか、昔出た本のリニューアル版みたいな感じらしいんだよね。うん、スティックブルーな永遠のデザインと言葉っていうタイトル。めっちゃいいね。早速、読んでみたいと思います。
手に取れる機会があったら読んでみてください。特にミッフィー好きの方には見てほしいです。すごく良かったです。これダメだ、なんかどうしたんだろうな、みたいな、どうなんだ俺のこんな優しい心を持った人になりたい。ありがとうございました。